じだよ。ネマです。今日も絵を描いていきます。今回は何のイラスト描くの？それはね、前回、前々回で、天使ちゃんチャレンジとさとりちゃんチャレンジをやったじゃん。実はあの後とあるタグを見つけたんですよね。あ、じゃあもしかして今回もそういう？そういうことです。というわけで今回は、8分24秒さとこいチャレンジと、8時間24分さとこいチャレンジをやります。おお、8分24秒と、8時間24分でさとりちゃんと小石ちゃんを描くってことだね。そうそう。ちなみになんで8分24秒なのかは、単に小石チャレンジとさとりチャレンジの時間を足しただけみたいです。なるほど。今回、前々回の動画まだ見てないよって人がいたら、見てくれると嬉しいです。それでは早速描いていきます。最初は8分24秒さとこいチャレンジから、用意。スタート。頑張れ。二人描くのあまり得意ではないので、超雑だけど一応あたりを描いておきます。今回は一応8分半くらいあるけどいけそう？ああ、バッチリテイク2です。ダメだったんだね。なので今回も色塗りはしてます。でも今回は描きたいものを明確に決めてきたので、とりあえず形だけでもなんとか描ききるのが目標です。なるほどね。よし、なんとか小石ちゃんは描き終わった。急いでさとりちゃんも描いていきます。残り時間は半分くらいか、なんとかいけそうだね。お、今回結構距離近い感じじゃん。ほとんど数えは描かない私ですが、今回頑張って挑戦することにしました。おお、やっぱり練習しないとね、描けるようにならないからね。なんとか全座それっぽく描けたので、サードアイを描きます。黒色で描くとごちゃごちゃして分かりづらくなっちゃうので、色付きで描くよ。そしたらあと1分くらい余ったので、ほんのちょっとだけ色つけます。お、いい感じだね。うん、無事描けてよかった。はい、8分24秒さとこいチャレンジできました。パチパチ。苦手な割には頑張ったかなと思います。これも8時間の方でラフにするけど、うまく完成させられたらいいな。これがどうなっていくのか楽しみ。それでは、次のさとこいチャレンジへレッツゴー。次は8時間24分さとこいチャレンジです。用意。スタート。いけ？今回は時間にかなり余裕があるから、後でいっぱい修正できるので、もう全座を描いちゃいます。あ、修正できるとは言ってもできるだけ綺麗に描いていくよ。そういえばさっき、描きたいものを明確に決めてきたって言ってたけど、どんなイラストにするつもりなの？それはね、前回、前々回は暗めの雰囲気のイラストだったから、今回は真逆のイラストにします。お、なるほど。じゃあ明るい感じのイラストにするんだね。そうそう。シリアスなイラストも結構好きだけど、せっかくの描く絵なので、幸せそうな雰囲気にしたい。いいねえ。そういえば、なんで複数人いるイラストを描くのは苦手なの？ね、単純に角度があるイラストを描くのが苦手なんだよね。ファンのイラストは結構描くんだけど、煽りとか、横顔とかは結構苦手なんだよね。顔も苦手だけど、体も複雑なものだとまだまだ描けないかな。へえ、なるほどね。確かに描く絵とかって複雑な構図が多いもんね。そうなんだよね。なので今まではできるだけ苦手な構図は避けて、描けないと感じたらトリミングしたりしてたけど、当たり前だけど練習しないと上手くならないので、今回は逃げずに挑戦することにしました。偉い。私なんて絵を描くこと自体サボりにサボりまくってるからな。見習わないとですね。私もともとは気ままに描いてるだけだったけど、もっと上手くなろう。って決意した時から本当に画力伸びたと思うから、本当に挑戦することは大事だよ。肝に銘じておきます。と、話してたら線が完成したね。おお、綺麗。しっかり2時間くらいかけて描きました。そしたら次は下塗りをしていきます。温かい色味を意識して塗っていくよ。おお、色が違うだけで印象全然違ってびっくり。下塗りが終わったら軽く影を塗るんだけど、時間たっぷりあるしたくさん修正すると思うから、塗り込みは厚塗りでやろうと思うよ。あれ、でもいつも厚塗りすると綺麗に線が描いてなかったよね。これはいつも線が描くのをサボってたってのもあるんだけど、今回は描き慣れてない構図だから、ちゃんと描いておいた方が完成形を想像しやすくなって、描きやすいと思ったから、綺麗に描いたよ。へえ、そこまで考えてるんだね。もし迷走しちゃったら8時間で完成しないかもだからね。それは確かに。2時間迷走するといつの間にか全く別のイラストになったりするもんね。そうそう。うん、まあまあ濡れたしこのくらいでいいかな。ここからは塗り込みに入ります。今3時間くらいか、さすがにまだ余裕あるね。そうだね。でも予想はしてたけどこの時点でなんとなく小石ちゃんに違和感を感じてます。あれ、そうなんだ。でもまだそれはなんでなのかいまいちピンときてないので、とりあえず塗り込んでいって、原因に気づいたら修正します。塗り進めていったら気づくことってあるもんね。あ、そういえばちょっと前の動画で、おすすめのペンあったら教えてくださいって言ってたんだけど、レード
今回は主にフェードペンを使って書いてみます。コメントしてくれた方ありがとう。フェードペンって使ってみてどうなの？なんかね、どちらかというとぼやっとした感じのペンかな。自分はぼやっとした絵になりがちなことを気にしてたから、私には合わないかもって思ってたけど、今回の絵は柔らかい印象の絵にするつもりだから、使ってみてる。入り抜きの形が綺麗だし、ぼかすときにもちょうどいいから、確かに厚塗りにはちょうどいいペンだよ。なるほど、結構良さげなペンなんだね。今のところまあまあ想定通りに塗れてるから、暖色イラスト描くときは今後も使っていこうかな。いいね。ちなみに暖色イラスト描くときは加算発光レイヤー使うの超おすすめです。ヘアブラシ使ってオレンジ色でふわっと塗るだけでエモくできるよ。もうすでにめっちゃ雰囲気出てるよね。超簡単だからぜひ試してみてね。よし、影は大体塗り込めたかな。そろそろサードアイのコード部分を描いていくよ。このペースで塗り進めていったら人物のみだと時間が余りそうなので、背景代わりにバラとか描いてみようかなと思います。イメージしまいはバラに合うもんね。いいじゃん。でしょう。サードアイ描き終わったから、今度は光を描き足していくよ。ホワホワをいっぱい散らして、キラキラさせます。そうしたらあとは気になるところを少し修正していきます。残り3時間くらいあるけど、もう完成でも違和感ないくらいだね。そうだね、塗り自体はもう完成間近かな。でもまだ小石ちゃん修正してないからな。修正してたらあっという間に時間なくなりそう。そういえば修正作業もあるんだった。違和感あるって言ってたのすっかり忘れてた。光を描き終わったのでバラを描いていたのですが、途中でついにピンときたので、一旦バラは置いておいてやっと修正作業に入りました。おお、ついに来た。後からたまたま知ったんだけど、どうやら横顔の間違いあるあるをやってたみたいです。へえ、間違いあるあるだったんだこれ。みたいね。具体的には、目と口を正面の時と同じように描いていたのが、違和感の原因だったみたいです。ああ、言われてみれば確かに。それと今修正してるけど、つむじの位置とか髪も結構修正加えました。こういうのって言われてみないとわからないもんだね。本当にね。添削とか指摘してくれる人がいたら手っ取り早いし楽なんだけどね。ちなみにゆずちゃんはどうやって違和感の原因に気づいたの？私は他の方のイラストをいくつか見つけて、自分のイラストと何が違うのかよく観察してみたよ。これはすごく有効的な方法だし、実際に練習しなくても画力を上げることができるから、違和感があるけどなんでなのかわからない。って時には、休憩の合間とかに定期的にやってみることをおすすめするよ。それいいね、私も今度からそうしてみよう。今結構修正し終わったけど、だいぶ良くなってびっくり。ほんとだ、全然違う。少しの修正でこんなに良くなるものだね。ねえ、次修正作業が終わったので、描き途中だったバラを描き進めていきます。バラは赤色と青色の2色にしようと思うよ。いいね。でもこれはちゃんと手書きなんだ。バラって書くの難しそう。バラは確かに最初は書くの難しいけど、書き方のコツを掴んじゃえば意外と簡単だよ。へえ、そうなんだ。これは結構しっかり書いてるけど、簡易的な書き方もあって、もしかしたら私はそっちから先に覚えたから、すんなりコツを掴めたのかもね。じゃあもし書き方覚えるなら、簡単な方からにしようっと。それがいいよ。と、順調にバラを書き進めていたのですが、ここに来て小石ちゃんの手に違和感を感じ始めてしまいました。あら、でもあと1時間しかないね。修正いけるかな？かなり微妙なので、もう手を隠しちゃうことにします。なるほど確かに。結果的にはこっちの方が可愛く見えるし、良かったかなって思います。残り20分くらいになったので、最終調整に入るよ。ラストスパートだね。左上がちょっと寂しいかなと思ったので、ハートを描いてみました。バラのおかげで結構賑やかになったもんね。そうしてちょっとだけ加工したら、こんな感じで、8時間24分里恋チャレンジ、イラスト完成しました。イエーイ。温かみのあるタッチがとてもいいし、何より美しい。バレながら苦手とは思えないくらいの出来になったと思う。正直にこれはめちゃめちゃ気に入ってます。私も。それじゃあ最後は、描いた絵2枚を並べてみるね。並べてみました。左が8分24秒里恋チャレンジで、右が8時間24分里恋チャレンジだよ。いやー、本当に綺麗だね。今回は特に、別のイラストというよりはラスト完成って感じに見える。まあ確かに実際そう。前回前々回は急いで描いたけど、今回はゆったり描けたし、自分の表現したいものをちゃんと描けたので大満足です。前回前々回のイラストとの対比がよくできてると思うよ。やったー、ありがとう。じゃあ今回はこの辺りで終わろうかな。チャンネル登録と高評価ボタンポチッとしてくれたら喜びます。それでは、ご視聴ありがとうございました。